魏軍の一部はすでに長江を渡って術江に進軍中。全軍で攻めかかれば孫吾の本拠建業を落とすことは可能です。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふん、準有用。赤壁以降お主は以前に増して頼もしくなったよ。速やかに術江を制し建業を攻め落とす。楽文献、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。策の方は俺にお任せよ。領州の勢いをくじき候補の憂いは立った。戦況は芳しくないか。その役目お主に任せる。うん、俺についてこいと。よくぞ俺を選んでくれた。うまくいったようです。困難ではありませんわ。おお、素晴らしきお働き。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい。だったら俺が思い出させてやる。あの戦を忘れたことなどはありません。赤壁の雪辱ここで果たします。この地を譲ることはできん。何としても俺が守りきる。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。随分と派手に攻めてきたな。ここは絶対に引かないぞ。俺が叩きのめす。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。おっと、ここが手薄だったか。よし、私たちで守っておこう。立派立派。行きますよ。狙いは定まった。先方だから張り切ってたんだがな、目立つ機会をみすみす逃しちまった。申し訳ありません。敵将
討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。ここの村人は五軍の動きを目撃しています。はい。いや、何か？は、実は、いや、感謝します。はあ、こんな困難ではありませんわ。さすがですな。俺の活躍の場。ありえねえ。くっそ。なあ。なあ。こりゃ助かった。なあ。か。これで一通りの情報は集まりました。では私は皆様にお伝えしてきますね。天狗、敵に伏兵ありとの情報が届きました。敵の計略はあらかたつかめた。伏兵を殲滅するため急ぎ兵を派遣せよ。来たら、ここでお前たちを灰にしてやる。私も加勢しよう。我らが武勇、義軍に示さん。天命、義軍が突如元領に来襲。伏兵部隊が撃破されました。
我らの伏兵を見破ると。よし、もう伏兵はいない。笑顔で参りましょう。これで思う存分戦えるぞ。ここで燃え尽きるんだ。飯が使うわ。笑顔で参りましょう。今はこの喜びを。敵の思うつよ、焦らずに迎え撃つ。肩色が悪くなってきたか。すまんが、俺は引かせてもらおう。これまでか。策を出し切れずに引かねばならんとは。今はこの喜びをかみしめましょう。俺たちこれからどうしたらいいんだ。軍師殿の指示がなきゃ動けねえよ。この船着き場は防衛における要所。突破されないようしっかり守りましょう。行きますよ。どちらかは交代してはダメよ。皆を守るのは私たちの役目だもの。任務を破られてしまうなんて、ここは引くしかなさそうね。行きますよ。まずい、船着き場を取られちまった。よし、これで味方を呼び込める。この船着き場、魏軍が使わせてもらうぜ。今はこの喜びをかみしめましょう。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将撃ち取りましたわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだ。序文教、半端な覚悟では戦場に立たん。中に勝利を手にするまでは。不甲斐ない、中国の援軍を得ながら、なんというざまだ。なんという武勇。敵将討ち取りましたわ。行きますよ。
討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。そうそう、この剣業にまで攻め来るとは、何があろうと引くわけにはいかぬ。笑顔で参りましょう。リブンがこれほど盛況とは。この勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。石膏より連絡、南より敵援軍接近。殿、このまま呉を制圧するのは難しい。あと一歩攻めきれなかったか。合肥に撤退する。全軍に伝えよう。周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。しかし孫悟の被害は甚大です。石壁の雪辱は果たした。そうだな、満足のいく成果で書こうとも。長領、合肥にとどまり軍の再編成を行え。分かった。満朝、孫権はまた必ず侵攻してこよう。合肥周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよう。承知しました。孫権め、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢を求めている。息子を持つなら孫権のようなものがいい。何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるでは。ふん、そうであったな。士官よ、この父は今孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せる。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫悟を倒しましょう。父よ、まさかあなたは